ヒンドゥー教の儀式の多くはバラモン教以来の伝統を継承しているインドラのゾウバラモン教はヒンドゥー教の前身となったベーダを権威とする宗教を指す。ベーダの宗教とほぼ同一の意味である。バラモン教にインドの各種の民族宗教を民間信仰が加えられて徐々に様々な人の手によって再構成されたのが現在のヒンドゥー教である。ヒンドゥー教は 講義ではインドにあり、また、かつてあったもの一切が含まれていて、インドの歴史では、戦士文明のインダス文明まで遡るものであるが、アーリア民族のインド定住以後、現代まで連続する、インド的伝統を指す。イギリス人は、このうち、仏教以前に存在したバラモン中心の宗教を、バラモン教、バラモン教のベーダ時代の宗教思想を、ベーダの宗教と呼んでいる。なお、 ヒンドゥー教という名前もヨーロッパ人によって付けられた名前である。バラモンとは、被災階級のこと。正しくは、ブラーフマナというが、翻訳された漢語、バラモンの音読みから日本では、バラモンということが多い。バラモンは祭祀を通じて、神々と関わる特別な権限を持ち、宇宙の根本原理ブラフマンに近い存在とされ、敬われる。最高神は、 一定しておらず、儀式ごとに、その崇拝の対象となる神を最高神の位置に置く。階級制度である四聖星,星を持つ。司祭階級バラモンが最上位で、クシャトリやバイシャ、シュードラによりなる。また、これらのカーストに収まらない人々はそれ以下の階級、パンチャマとされた。カーストの移動は、不可能で、異なるカースト間の結婚はできない。神々への参加。 ベーダを聖典とし、天根、地、太陽、風、火などの自然神を崇拝し、死祭階級が行う祭祀を中心とする。そこでは、人間がこの世で行った行為が原因となって、次の世の生まれ変わりの運命が決まる。人々は、悲惨な状態に生まれ変わることに不安を抱き、無限に続く、輪廻の運命から抜け出す、下脱の道を求める。天章輪廻は、 インドのバラモン教の思想である。この教えによれば、人間は、この世の生を終えた後は、一切が無になるのではなく、人間のカルマが次の世に次々と受け継がれる。この世のカルマが因となり、次の世で化を結ぶ。全因は善か悪因は悪化となる。そして、あらゆる生物が、六道、一時極道、二垣道、三畜生道、四修羅道。 五人間道、天上道を生まれ変わり、死に変わって、天生し輪廻する。これを六道輪廻の宿命感という。何者も、この輪廻から逃れることはできない。それは、車が庭を巡るがごとしと唱える。バラモン教は、必ずしも、ヒンドゥー教と等しいわけではない。例えばバラモン教においては、中心となる神は、インドラ、バルナ、アグニなどであったが、 ヒンドゥー教においては、バラモン教では、脇役的な役割しかしていなかった、ビシュヌやシバが重要な神となった。ヒンドゥー教でもベーダを聖典としているが、ジョジシ、マハーバーラタ、ラーマーヤナ、プラーナ文献などの神話が重要となっている。ありがとうございます。